こんなところで何してるんだよ。ん？僕に何か用なのかよ。この僕に質問があるって？答えてあげてもいいけど。この僕にいろいろ教えてもらえて感謝したまえよ、君。あのね、あのね、マー君、笑わないって約束できるかな？実はね、マー君、私、今日もね、学校に行ったの。うん。いつも通りに、一人で練習してたの。夕方になって、暗くなってきて、そろそろ帰ろうかなって思って、立ち上がったの。そしたらね、うん、そしたらね、もうだいぶ暗くなってたから見間違いかもしれないけど、でもピアノの影にいたの。違う！猫にしては大きかったの。これぐらいあった。
われると反論できないけど、でもとにかく耳がついてて大きかった。どうせ人に話しても信じてもらえないだろうけどさ、私だって目の錯覚かなって思ったもん。でも本当に見たの。ねえマー君、死んだ動物がああやって出てくるなんて一体何があったのかな。よくわかんないけど、きっと悲しいことがあったんだよね。明日だよ。約束だからね。うん、じゃあね。うん、あ、そっか。今日は珍しく玄関から来たんだった。忘れてた忘れてた。それじゃあお邪魔しました、マー君。いつもと違うんだよ。じゃーん。違うよ。見て見て。ほら。
中華がゆの朝ごはん。昨日料理の本買ってきたんだ。これがね、キクラゲ。こっちが、忘れた。中国のお漬物。自分の好みでこういうのをトッピングして食べるんだよ。はーい、私もいただきます。汗かいてる。夏の朝ごはんには向かないかな。あとやることは？はい。はあ、いただきます。どうしてって、ふわふわしてるからかな。でも私のふわふわはピーちゃんのふわふわと違います。私は気も弱いし
人に言われたことに逆らうのがすごく苦手で、それでいつもいろんなことが怖くてビクビクしてるだけなんです。本当は家の人にもいろいろと言いたいことがあるけど、こうしたいって自分の意思が、もちろんないわけじゃないけど、それを行動に移せないし、これ初めてなんです。父に意思を通したの、これが初めてなんです。バイトができることになったとき、私すごく嬉しかった。だから失敗して辞めさせられないように、すごく緊張して、そしたら高畑さんがいたから、私なんていうかほっとして、ちゃんにそっくりだから嬉しかったです。ピーちゃんを見つけてから私少し変わったんです。誰にも内緒でピーちゃんを守ることに決めた時、それに毎日餌をやりに行くたびに、自分が強くなっていくのが分かった。人は変われるんだなってそう思ったんです。それでバイトもしたいって主張して、なんか頑張ろうって、漠然とだけど頑張ろうって気持ちになって、呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん。なんだなんだなんだ、なんで2人で並んでるんだ。客はどうした。店員だろお前たちは。ああ、こうしちゃおられん。琴ちゃんのお父様にサボっていたことを報告せねば。残念だがバイトはクビでござるな。なんだ、そうっすか。僕は客だ、うん、ここに座る。なんだね。もちろん。
なんだ坊主。絵に興味でもあるのか。じゃああっち行け。これ？魚ではない。これは人魚だ。そうだ。この海には人魚が出るからな。おじいちゃん。もう、ゆずきか。ちょっと、マサト。ちょっと、話が終わるまで待ってなさいよ。さっさと帰ることないじゃない。なんで謝るのよ、まったく。ねえ、ベンチに座らない？
ゼミのレポート、まとめてるの。機械工学の。何びっくりしてるのよ。だって大学生だもの。高校生より難しいことやってるのは当たり前だわ。宿題というか、休み明けに提出するレポートがあるわ。ゼミで発表しなきゃいけないから手が抜けなくてね。ようやく受験勉強が終わったのに、まだまだ勉強は続くわ。